ケアンズのコールズスーパーマーケットという、ケアンズセントラルという大きなショッピングモールの中にあるスーパーマーケットで買い物をしました。今日の食材いろいろ買ったんですけど、価格の参考になるかと思って、レポートしたいと思います。まずこのシードレスグレープなんですけど、ぶどうですね、 400g これぐらい入ってます。これで5ドル50セント、今のレートで日本円でだいたい408円ぐらいです。まあでもグレープ日本じゃ高いんで、これはまあこんだけ入ってるとね、お買い得かなっていう気もしますけどね。そして次がこのプチトマト、これ結構入ってます、新鮮ですけど、これが 200g で3ドルです。3ドルだと日本円だと220円なんで、まあね、ちっちゃいこんなプチトマト5、6個入って198円なんですから、まあ、そういう意味では結構まあお買い得なのかな。はい。それで今回はちょっとお肉買おうと思いまして、ステーキ、フィレステーキですね、牛肉です、オージービーフね、これ10ドル92セントでございますんで、10ドル92セントったらあなた、そんなする、ちょ間違えた、10ドル92セント、ちょっと待って、10.92 やんな、10.92 やから、日本円だと811円です。日本だと、ちょっと厚み分かりにくいと思いますけど、結構厚みがあるんですけど、このヒレステーキで811円ってことは、ちょっとないか、1300円か、それぐらいすると思いますけどね。あと、ヒレステーキの肉なんて、そんなまあ売ってませんので、まあ肉はあのビーフに限らず、ポーク、チキン、それから、ラム肉とかそういったものも含めて種類はすごく豊富でした。お魚も売ってたんですけど、ちょっと今回は調理しないので買ってません。で次にこのね、ココナッツウォーターね、私ココナッツが好きなもんですから、これを買いまして、これが 350ml で 1.7 ドル。飲み物はですね、全体的にちょっと高いなっていうイメージなんですよ。1.7 ドルだと日本円で126円ですから、まあそんなもんか。でも、一緒ぐらいかな。130円ぐらいとかね。一緒ぐらいかもしれない。まあただですね、この容量とそれから2リットルの容量と対して価格が変わらないっていうのもオーストラリアのちょっと特徴じゃないでしょうか。あとお水です。お水は 1.5 リットル入ってますね、このボトルね。それで、0.8 ドルです。日本円で 59.48 円なんで、まあ普通ぐらいかな。普通というか、安めのお水2リットルの、6個入りで買ったら大体単価がこれぐらいでしょうかね。59円で、今回これは安めの水買いましたんで、まあ十分だろうと思いますけどね。はい。で続きまして、これ今回このステーキにつけるソースです。ソースもたくさん種類があって、こういうグレー、今回はグレービーソースなんですけど、グレービー以外にもなんかマッシュルームとかホワイトソースとかいっぱい種類があったんで、お肉食べるにはね、いろんな味が楽しめると思います。こちらが、2ドルなんで148円ですか。こっちもそんなに高くないね、まあ、思ったほど高くないな。でこれね、リーフサラダ、これ日本でこれだといくらですかと。リーフサラダをスーパーで買うとやたらね、バカ高いっていうイメージがあるんですけど、これは2ドルです。同じく148円ぐらいなんで、まあこんだけ入ってね、2人でこれ2日間ぐらい多分いけるんじゃないかなと思いますけれども、まあそんなことで、買った食材すべてトータルで、ですね、これちょっと含まれてないものもあるんですけど、30.40 ドル。まあ全部で、日本円で、2260円。オーストラリアドルで30ドル40セントですので、
自炊をした方が安いぞということです。ちなみに今日お昼に食べた、こんなねスモールカップに入った香港料理なんですかね、ちょっとアジアン系のお料理をフードコートで買いましたけども11ドルでした。11ドルってこれ全部買った分の半分ですよ、外食でね。11ドルだ、ちょっと待って、11ドルということはこんなちっちゃいのがね817円なわけよ。817円で外食食べる文化はちょっと愛媛県にはないのでね、自炊する方が、まあ、オーストラリアでは安上がりだということですよね、奥様ね、奥様旦那様ですよ。ですから、オーストラリアのもの、ね、安く新鮮で買える旬のものを買えばオーストラリアで生活する分にはですね、まあ、自炊が一番ね、自炊で日本人は生活できます。ただ全部外食に頼ろうとするとオーストラリアはちょっときついかなっていう感じでしょうか。我々もここ来て、2日目になるんですけども、外食をしてもしこたまレシート見てね、目がこんな感じになってますので、外食あと1回できるかなぐらいな、お財布事情でございます。そんなわけで、ぜひ近くのスーパー、こういう価格帯のものを置いているスーパーに行かれることをお勧めします。今回行ったお店はコールズというスーパーマーケットの名前になります。どこにでもあるというわけじゃないかもしれないんですけど、まあ、ケアンズではケアンズセントラルという大きなショッピングセンターの中に入ってますので、今日は木曜日なので、基本的にオーストラリアって毎週木曜日は21時ぐらいまで営業しているお店が多いです。でも大体は5時とか6時で普通の予備は閉まっちゃうので、営業時間だけ気をつけて買い物に行っていただければと思います。